デンドロビウムロディゲシーデンドロビウムラディジスイは卵化の着生植物の一つ、ヨーランの一つ、学名はディープルケリムも使われる。この種はピンクを主体にした花が可愛らしい小型のデンドロビウムであり、栽培用意で初心者向けとされる。茎は葉をか垂れ下がるので、それを用いて様々な栽培の方法がある。着生植物で常緑の多年生草本。茎は 細い棒状長さ10から1 7トル、幅0.5から0 7トル。葉は多肉で長さ4から6トル、幅1.2から1 8トル。立ち上がるのでなく、葉を垂れる。西球憩からは頻繁に側面に芽を出し、それもまた葉を垂れるので、全体としては長い茎が分子しつつ伸びるような形になる。は日本では冬から早春。 花は、計5センチメートルほど、茎の先端近くから単独に生じる。角片は淡い薔色から、紫色まで、側下辺は、やや幅広くて藤色から、紫色まで変異がある。神弁は、ほぼ円形に広がり、中心部は、東高色でその外側は白、周辺部は紫に色づき、円は、細かな糸状に裂ける。ラオスから、中国南部に分布する。 洋蘭として栽培される。デンドロビウムとしては小型種で対処性も体寒性も強く栽培容易な初心者向きの種とされる。冬は最低気温が5度まで耐える。ただ、この種は非常に頻繁に高めを出し、そこから根を生じて全体としては枝分かれしながらはい、また垂れるようにして広がる性質がある。そのために植木鉢からすぐにはみ出し、 外に伸び出す傾向が強い。したがって、釣り鉢で育てるのが適している。さらには伸び出した茎の先を結び合わせるなどして大きな、くす玉のような姿にすることもできる。また、へご板などにつけて、育てるのも推奨される。以下、種として、ド土シ監修 P200 から201バシ P211、高座下辺、P88 から89、ガーデンライフ編。 百1 6 1ありがとうございます。